山本義治は、江戸時代後期の武士、越後長岡藩上席画廊、軍事総督。過信中寺石の家柄、治業千三百国。移民名の議論よりも、通称の縦脇の方が広く浸透し、一般には、山本縦脇として知られた。三河山本氏の演奏は、駿河国富士軍山本村から、三河国法藩軍に渡来した豪族であり、十六世紀には、牛久ぼろ 東、三河市頭の一つに数えられたが、一説によると、武田信玄の伝説的軍師の山本勘助の弟を始祖とする一族と言われる。16世紀前半の本郡軍山本氏は、戦国大名の今川氏から領地を給付されていたが、本郡軍、牛久保城主、牧野氏より一足早く、これを見限り、 同じ牛久保六期の牧の馬の女性ただし、牧子しな守る城前等を誘って、徳川家康に教順した。この山本氏は、聖遺体将軍に、越権の資格を持ち将軍家直さんの身分を、検体していた。そして縦脇、縦脇左衛門の、勘衛門等を通称として用いていた。高下2年3月7日、安田家の嫡男として誕生。父は、山本家九代。 吉江の末弟、鋼三郎、母は、園祖が古典儀であった越後長岡藩城旧家臣の安田弓である。甲三郎は、山本氏から安田三320国に養子入りし、安田渡るとなった。山本家十一代当主、山本勘江門和に、子供がなかったため、判明により八歳で、上席が老連綿の筋目である山本家の養子となる。 文武両道で神道と言われたこともあり、しむしる五百国を賜り、原服して、部屋住み身分のまま、側用人見習いとなったが、やがて養父、義和が隠居し、家督相続の上、過労職となる。幕末の長岡藩では、河井嗣之助が、十二代藩主、牧野忠君、前藩主、忠近から、絶大な信頼を得て対等し、 文伐打破を狙った越後長岡藩の慶応改革を断行した。義論は文伐勢力の代表格だったが、河合とは終始友好的であり、改革に協力して、自家の地行行を1300国から400国に原告することにまで同意している。義論は戊辰戦争、北越戦争では長岡藩の大隊長として出陣。二度目の長岡城落城後、藩主一家は、 仙台藩に、長岡藩兵は、仙台藩と米沢藩に逃れたが、山本隊は、倉掛峠で殿を務めた。山本隊の精鋭四十数名は米沢に向かわずに、8月末、藍津藩兵と合流して、奥越列藩同盟の名手、藍津若松城主松平家を守るため、藍津、飯寺村で遊撃隊として、官軍を相手に奮戦した。若松城は、 戦術上の失策で城下の米蔵との領土を断たれていた。このため他藩の兵を城内に入れ、牢城して冬の到来を待つことができずにいた。山本隊は飯ッシデラで宇都宮藩兵を合津藩兵と挟み撃ちにする作戦に出たが、合津藩兵は敗走。官軍には新手の黒羽藩兵の増派があり、山本隊は霧の中で混乱して友軍と 同志打ちをした挙句、孤立し包囲される。明治元年9月8日、早朝、義論は、宇都宮藩兵に捕獲された。この際、共にいた長岡兵44名のうち42名が、戦死した。越後口軍艦等は、議論を死んで、詫びて教順すれば、命だけは、助けるとのうち、胸があったと言われるが、義論はこれを拒絶した上、 藩主我に戦いを命ぜしも、未だ幸福を命ぜずと陳述したと言われる。翌9月9日に、三河国牛久保城以来の牧の家不代の長岡藩主、渡辺兵吉と共に阿賀野川の河原で残首された。現在の福島県藍津若松市門殿長藩寺、大和田河原がその場所にあたる。母親の約戦士星に望み持っていた、軍資金200両を、 宇都宮藩家老に差し出して、長岡藩平の追善供養を求めたとも、役に立てて欲しいと訴えたとも伝えられている。義論の意を受けた宇都宮藩の戸田光雄は、受け取った200両を元手に、宇都宮市の六道辻に、母親の約千死亡を築いた。また義論の哀悼は戸田から、宇都宮藩主に献上された後、宇都宮二ら山の神社に収められ、さらに1939年に、 栃木県五国神社へ移された。富士山本立脇賀さん。長岡市立中央図書館所蔵。中肉中勢で他人といたずらに争わず、緊直な性格であったと言われる。維新後は山本家は廃絶とされて、加盟再興は許されなかった。義論の遺族は妻、千代、長女、玉地の名もある、次女、初次の二女からなる。 はじめ潜伏していたが、明治2年9月3日、十三代藩主、牧野忠武氏が、三河牛久保城以来の牧野家府代の長岡藩主で、ある須山総大の嫡男、左右平を百国にて召し出し、富士万と改名した、彼は、千代と再婚して三子を設けた。義路の妹、伊保子は安田田前政帝の幼女となり、後に、名古屋六都の妻となった。山本家は、 明治16年2月に河池家と共に加盟再高を強化された。玉地が女子となり山本家を継いだが結婚しなかったため後継ぎがいなかった。また、次女の初次は熊本県出身の軍人に課したが創生したと言われる。このため名門の山本家の断絶を恐れた渡辺連吉等の計らいにより、大正5年に長岡氏族、 高野家から養子に入ったのが、後の連合艦隊司令長官山本五十六である、三百半家新人名辞典に四参照。ただし、長岡市において、長岡藩の役職に、側用人はなく、御用人の間違いの可能性もある。また、江戸武官上では過労家着手が用人になっていることが多々ある。なお、三百半家新人名辞典にんでは、 慶応3年3月に死去すると家を継ぎ、縦脇と称するとしている。大竹2004、ピアニッシも40から41、安倍2009、ピアニッシも72から73、渡辺氷吉の弟、蓮吉も母親戦争に従軍し負傷している。ありがとうございます。